FM 小座を聴きの皆さん、こんばんは。この時間からは PTA パート楽しく IA ナーをお届けいたします。ナビゲーターの FM 小座池城めぐみです。この番組は毎週週替わりで沖縄市内の小中学校の方々をお招きし、学校生活の今を届けてもらう番組です。今回は収録放送で美東小学校の放送委員会の生徒の皆さんが出てくれます。私が美東小学校さんにお邪魔しまして、お話を伺ってきました。この後本編始まります。7時56分までお付き合いください。 PTA パート楽しくアイエナー、この番組は沖縄市 PTA 連合会の提供でお送りいたします。さあ、私は今美東小学校に来ておりまして、今日は放送委員会の皆さんにお話聞いていきたいと思います。で、前半後半ありますが、まず前半チームからね、はい、一人ずつ自己紹介をお願いします。美東小学校6年放送委員のイレイレイです。はい、レイ。美東小学校6年放送委員の山下和真です。はい、和真。美東小学校6年4組の知念いぶきです。はい、いぶき。美東小学校6年放送委員の浅戸リオンです。はい、リオン、ありがとうございます。今日はね、今日はとかこの時間はこの4人と私とで、届けしていきたいと思います。じゃあレイにマイク戻ってきたところで、レイにお話をいろいろ聞いていきたいと思うんですが、まずね、放送、今日はね、みんな放送委員ということなんだけど、レイが放送委員に入りたいなって思ったきっかけっていうか、そういうのってある？学校の流れや雰囲気作ったりするのが いいなって思ったり、うんうんうん、あと将来話すときハキハキとか、いろんな人に聞きやすい声話し方でできたらいいなって思って。へえ、それはまたそういうふうに思ったっていうのは何かを見て、先輩方とか誰か見てからの思ったの、それとも何かあった？先輩とかの話してる声聞いて、うんうん、学校の雰囲気作ってるな。へえ、そうだったんだ。じゃあもう放送、美東小学校の放送委員の先輩方がすごくそういう風に活動をしてたってことなんだね。へえ、かっこいいね。はい、ありがとうございます。じゃあね、せっかくアンケートも書いてくれているので、学校で頑張っていること聞きたいと思います。じゃあいいですか、学校で頑張っていること、社会の、社会が苦手なので、それ頑張りたい、頑張ってます。お、社会、はい、社会は今どういうこと勉強してるの？日本史についてやってます。日本史か、歴史だね。はい、そっか。暗記が難しいって感じ、難しいのが。はいはい、そうです。あー、そっか。放送委員で社会得意な人いる？わかんないです。お、後半メンバー。タムハルツ。お、じゃあ後からちょっと聞いてみようか。ね、いいね。放送委員会でさ、なんか勉強会みたいなのことってするの？はい、全く。あ、しない。あ、しないか。そっか、なんか。みんな違うクラス？だいたい5組以外が揃ってます。5組以外、あ、ってことは1組から4組がだいたいいるって感じ？はい。じゃあバラバラなんだね。はい。あ、そっか。じゃあちょっと話一緒にやるっていうのはあんまりないか。そっか。他になんか頑張ってることありますか？係活動とかはやってます。係活動ってどういう係なの？学級委員やってて。学級委員もやってるんだ。はい、学級委員はどういうことをやるんですか？クラス良くするために何したらいいかとか考えたり、何か行事があるときに、みんなのことを引っ張るみたいな感じ。へえ、そっか。もともとそういうふうにみんなを引っ張りたいなとか、そういうふうに思ってたの？引っ張るっていうか、自分が思ういいクラスにしたいなっていう。へえ、すごいな、かっこいいな、すごい。
まあ、そういう風にね、学級委員は今年入ってから、あ、1学期もやってます。ああ学期ごとに違うのか。学期ごとで今って何学期？2学期です。今2学期か。あ、じゃあ1学期も2学期も学級委員なんだ。はい、おーすごいね。学級委員もやって放送委員もやってるんだ、うん、頑張り屋さんだね。はい、ありがとうございます。もっといろいろ聞きたいけど、ちょっと次ね、カズマね、カズマにも聞いてみたいと思います。みんなの息遣いが聞こえる。はい、じゃあカズマにもレイと同じように、放送委員、放送委員に、放送委員ってさ何年からと入れるの？5年の、うんうん、2月らへんに、うんうん、6年生と一緒にやって、6年生がこの卒業したら、うん、この5年生だけでやるって感じです。そっか。なんかね、資料でね、オーディションだっけ、なんかあるって聞いたんだけど、オーディションがあったの？はい。すごいね。じゃあみんな選ばれてるんだ。何人ぐらいやりたいって人いたか分かるかな？15人か16人ぐらいいました。20人らしい。おーすごい、20人。放送委員はみんなでこの10人、10人、はい、ちょうど10人か。おお、じゃあ半分だ。カズマはなんで放送委員になりたいと思ったの？知ってる人が放送委員やってて、うん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 、なんか やってみたいなって思って入りました。どういうところを見てやってみたいと思った？の友達かな、知り合いのと、うん、放送しているのがかっこよくて、うん、それで入りたいなと思ったんだ。はい。いいねいいね。実際入ってみてどんな？あ、1年あ違うか、2月からか、はい、今年の2月から今続けてるんだよね。はい、うんうん、どうですか？楽しいです。楽しい。どういうところが楽しい？そう、この放送するごとに、うんうん、この滑舌が上、この悪くなくなったり、すごい、学校のリズムをなんか整えてるとって思うと、なんかかっこいいなって思ったり、自分自身も学校も、学校もというか自分自身の成長も感じられてるんだね。はい。素晴らしいです、ありがとうございます。あ、じゃあ学校で楽しいことも聞いてみよう。カズマどういう時が楽しい？学校で楽しい時は、うん、どんなことが楽しいかな、聞いてね。体育の授業です。あ、体育か。体動かすのも好き？あれそうでもない。そうでもないか。体育の授業はどう、今何やってるの？体育って今はエイサーの練習してて。エイサー、あ、もしかして運動会？はい。ああ、運動会がいつあるの？来週の火曜日。火曜日なんだ。はい。へえ。っていうことは放送日が15日だから次の日か。はい。っていうことは放送してるから明日か。あー、そっか、放送日の次の日が運動会なんだ。はい。運動会は、じゃあとか授業参観みたいな感じでやるのかな。なんかね、親御さんたちとかもね、はい、見に来たり。時間ごとで分けてるんでね、学年ごとか。学年ごとで分かれています。あー、そっかそっかそっか。わあ、じゃあ6年生は今エイサーと、エイサーとリレーです。エイサーとリレーがあるんだ。そうか。エイサーは何、今どっかから習ってるの？先生たちが教えてくれてます、担任。そうなんだ。担任の先生はお名前なんて言うんですか？
大城浩一先生です。大城浩一先生、はい、大城浩一先生はどんな先生？身長がちょっと高い先生です。ちょっと高いんだ。教え方はどんな？なんか授業の受けてて教え方は上手だと思います。おー、いいね、よかったね。ほっとしてるはず、浩一先生も今聞いてて。いいね。そっか、じゃあこの浩一先生から A さんも習ってるの？浩一先生と他のクラスの6年生の他のクラスの先生が教えてくれています。あ、そっか。大太鼓とかもうあるの、役割で。はい。お、これは大太鼓は誰かも何人か決まってて、はい、他のみんなは何、パーランクールになるのかな、締め太鼓。パーランクとチョンダラと大太鼓がいます。あ、そっかそっか。カズマは大太鼓です。大太鼓、おお、大太鼓も結構選ばれし者じゃない？なんか、はい。結構あんまりみんながみんなやれる役割ではないよね。はい。すごい。もともとやりたいと思ってた？はい。大太鼓。そっか。どれくらい練習してるの今？どれくらい練習期間あった？夏休みあとぐらいから。ああ、夏休みから。練習してコロナで何回か練習できなくなったりしたけど、また練習してみたいな。そっかそっか。どんなですか、出来栄えは？もうすぐですけど。みんな完璧だと思います。おー、いいね、かっこいいね。あ、じゃあそれも大太鼓頑張ってるカズマのおかげでもあるね。引っ張っていってるね、みんな。俺、はい。言わされてる。オッケーオッケー、ありがとう。じゃあ次、いぶき。はい、はい、いぶきも放送委員ということで、はい、あとみんなにもね同じ質問をするので、後半メンバーも考えておいてよ、なんで放送委員になりたいと。考える時間あっていいね。こっちはアドリブやで、今聞くっていう。はい、いぶきはなんで放送委員になりたいと思った？幼稚園とか小1ぐらいの時に体育の、うんうん、体育じゃねえな、運動会で、うんうん、アナウンスしたことがあって、それがなんかワクワク感っていうかスリル感があって楽しかったんで、またやりたいなって感じがして。幼稚園の時？はい。幼稚園の時もこの子供たちにやるっていうのがあるんだね。はい、ほんと1回だけなんですけど。その時の気持ちをずっと思ってたんだ。はい。マジであれ楽しかったんで。いい経験したね、その時ね。素敵素敵。で今放送委員実際になってみていかがですか？スリル味わえてますか？はい。どういう時にスリルって味わえるんだろう。どういう時にす先生から今ありましたけど、どういう時、どういうスリルですか？なんか1分1秒争う時とか、本当チャイムまで0秒とか1秒で終わんなきゃいけない時とか。そうだよ、そういう時とかですね。時間決まってるからね。どう、全部毎回ちゃんとうまくいってる？まあ、はい。おお、まあ、ちょっと間があったけど、まあ、大丈夫そう。いや、いい感じ。はいはい。よかったよかった。あとからちょっとね先生にも話聞いてみようね。はい。はい、ありがとう。じゃあ学校生活の、あ、学校生活というかね、その話も、じゃあ学校で頑張ってること、ね、放送委員会も頑張ってると思うんだけど、他にどんなことを頑張ってますか？
給食の余ったやつを取るじゃんけんですね。給食、どういうことかな。給食の余ってるパンとかのもう塊みたいな塊っていうかあのデザートみたいな、うん、ああいう個数が限られてるやつは、うんうん、いつもじゃんけんで取ってるんですよ。あ、余ったらね、はい、休みの子がいたりしたらやっぱ余るから、はい、そういうことね、はい、うんうんうん、でそれのじゃんけんを頑張ってる、はい、どうですかじゃんけんの運は強い方ですか。悪いです。あれあちゃー、そっか、じゃんけん強くなるにはどうしたらいいかな。もう気合い、強い人はいつも強い、うん、はい。じゃあまあどっちかというと食欲で勝ってるようなやつ。食欲もう食べたいんだっていう気持ちで気持ちで勝ってる。ああ、じゃあもういぶきもう気持ちで負けないようにしないと、ね、はい、はい、じゃあ次勝てるように頑張ってくださいはい、ありがとう。じゃあ最後というか、はい、リオンね、はい、リオンにも同じこと聞きますけど、放送委員会に入りたいと思ったのはどうしてですか。いつも学校、うん、朝昼放課後、うん、放送してる先輩方が、うんうん、みんなが聞いてるのに堂々と話せる、うん、そういう感じがかっこいいなと思って憧れていたので、やりたいなって思っていました。そっか、やっぱみんなちょっと話聞いてると先輩方が素晴らしいね、先輩方のね姿を見てやりたいなって思ってるっていうのは素晴らしいね。へえ、そっか、いいですね。どうですか、この入ってみて、まあその先輩方に近づけてるなとか思ったりする。はい、もともと話すことが苦手だったんですけど、放送委員に入って、うんうん、ちょっと堂々と話せるような感じがして。おお、素晴らしい、成長してるね。そっか、じゃあそれの、じゃ放送委員会で培ってるこのね技術というかっていうのも、他の何だろう学校委員会、何だろう授業とかそういう時とかでも発揮できてるこれ発表とかあるでしょ、授業とかでも。できてない。あ、できてないもったいないよ、せっかく放送委員で堂々と喋れてるでしょ、きっといけるよ。はい、ありがとうはい、じゃあ楽しいことを教えてください。楽しいことは、うん、やっぱり放送してる時とか友達とかと話したりしてる時です。どんな話するんですか。うん、基本雑談だけど、うんうんうん、なんかなんだろうクラスで流行ってることとか。お、水戸小の6年生は何が流行ってるの。6年2組だけなんですけど、女子に、うん、女子でなんかピースピース、そう、ピースでなんか絆を高めてるのかな、うん、ピースで絆を高める。あ、女子だけです、女子だけ。お、どういう風に高めてるの、ピースで。あ、同じクラス、レイと。はい、そうです。あ、こっちにもいる。お、ちょっとなんかラッパーですかラッパーですかね。もうちょっとね、今後半メンバー5人ぐらいいるんで、集団でやると ラッパーの集団みたいに見えます。なんかフードもしてるから余計にそういう風に見えるね。いや、具体的にどういう風にやるの。なんかさ、2パターンあって。2パターンあるんだ、うん、普通のピースと逆ピース、逆さまなピースしてるのが最近流行。指を下に向ける。そうそうそう、そんな感じ。あ、しかも手のひら側を前にこうするのね。あ、そう、それでどう高まるのかな。どういう風な感じ。なんか絆が高まるとかかな、わかんないんですけど、なんかその場のノリとか。あ、その場のノリで息が合うみたいな感じ。あ、同じタイミングでピースをやるとイエーイみたいな感じ。そう、なんかお、めっちゃアレンジがすごいすごいな、ピースのバリエーションがどんどん増えていくっていう。
面白いね。はあ、できるかな、うちなんかでも。はい、楽しそうな雰囲気が今の感じでも感じられました。あ、今ナチュラルにやりましたね。いいですね、楽しそうだな。はい、ありがとう。あ、面白い。美東賞6年2組のピースの、はあ、垣間見れて面白いな。いいですね。はい、じゃあまた最後の質問になっちゃうんだけれども、あ、いいよいいよ、そのままリオンから聞いて、最後は将来の夢、うん、将来の夢を一人ずつ聞いてこのメンバーとはお別れとなりますが、はい、じゃあリオンの将来の夢教えてください。将来の夢は助産師です。お、助産師、はい、なんでまた助産師？あの幼稚園の頃に、うん、テレビドラマでやっていた、へー、あのコウノトリで、あの、あ、最初はもともと産科医に憧れてたんですけど、はい、お医者さんの方ね、あのいろいろ家族とか、うんうん、なんか周りの人とかの関係で、あの生まれたての赤ちゃんを世話したり、うんうん、あの、うんうん、お母さんのこと、その赤ちゃんを産んだお母さんなどのケアをしたりなど、うんうん、そういう仕事をしていて楽しそうだなとか、なんかやってみたいなとか、そういう感じが思って、で産科医だったけど、そういう仕事を助産師がやるって知って助産師にやりたいなと思いました、うんうんうん、周りにいる助産師さんって？助産師はいないんですけど、うんうん、あの看護師になりたいって目指してる人がいます。あ、あ、そっかそっか、まあ、看護師さんもね、人の命も助ける大素敵なお仕事だもんね。そっか、素敵だね、助産師か。赤ちゃんも好き？赤ちゃん大好き。あ、かわいいもんね。ね、まず余談だけど FM 小座でも助産師さんが番組やってるのもあるから、もしよかったら聞いてみてください。はい、ありがとうございます。ありがとう。じゃあ次、いぶき。あ、はい、はい、いぶきの将来の夢教えてください。ですね、なんかでっかいの両方みたいな感じなんですけど。何ですかそれ？外科医と漫画家ですね。おお、両方行ったらいいんじゃん。はい、漫画が描ける外科医かっこいいじゃん。はい、なんでまたそう思ったの？手塚治虫さんがすごいなって思って、そっからずっとこの調子です。あ、なるほど。ブラックジャックか。はい、そうです。あ、いいね、ブラックジャック懐かしいな。はあ、そっかそっか。僕ん家17巻あります。おお、ちゃんと見てるんだね。はい、いいじゃんいいじゃん。今じゃ勉強頑張ってるんだ。はい、漫画は、漫画のやつは書いたりすんの自分で？いや、そんな書かないですね。今から書いてた方がいいんじゃん、うん、ほぼ、ま、書くときは大半棒人間です。棒人間、棒人間です。おうおうおお、ブラックジャック出してくれてる先生が。すげえ。いいじゃん。じゃあ漫画書けるようにもっとバリエーションの、棒人間のバリエーション増やすか。はい、棒人間、どんな棒人間みたいな、うん、棒人間にかかあれこだわる必要もないけどせっかくだってさ、あんなブラックジャックとかさ、あんないろんな漫画描けるんだったら、漫画描けるような人になりたいんだったら、いろんな、ね、今から勉強しても、ね、今から勉強してた方が、ね、きっとなった時に豊富な知識使えると思うから、じゃあそれを書いた暁には放送員の皆さんに披露してあげてくださいね。はいはいはい、はい、ありがとう、頑張ってね。はい、はい、じゃあ次、カズマ。カズマの将来の夢は何ですか？いぶきさんと同じなんですけど漫画家です。おお、漫画家。またなんで漫画家？少年ジャンプあるじゃないですか、うんうんうん、あれを毎週買ってて、見るたびにやっぱすごいなって思うので。へー、そうなんだ。じゃあそういうそんなのを描けるようになりたいなって思って。私はあんまり漫画詳しくないんだけど、例えば少年ジャンプでやってるものといえば、僕のヒーローアカデミアとか。ああ、聞いたことある気がする。ワンピースとか。ワンピースってまだやってんの？
はい。なんかブラッククローバーとか。へえ。でもう連載は終わったんですけど、うんうん、あの流行ってたあの鬼滅の刃とかもジャンプでやってました。そっかそっか。でそういうどんな漫画書きたいとかあるの？書きたいのはワンピースみたいな結構連載してる漫画、人気の漫画書きたいです。あ、じゃあもうずっと大ヒットし続けるようなみんなに愛される漫画書きたいなって感じ。はい、はい、OK、 ありがとう。最後レイ、はい、はい、レイの将来の夢教えてください。保健室の先生か、ま、あの保育士どっちかやりたいなって思ってます。なんでなんで、なんでそう思った？周りにあの看護師の人が、あの大人が多くて、へー、であの保育士でもまたあの、うんうん、怪我した子を見る先生とか、そういうんだったりも多いし、小さい子が好きだから看護師よりやっぱあのそういう自分が好きな仕事みたいな、うんうん、やりたいなって。あ、じゃあ保育園とかで働く保育士さんもいいなって思うんだ。保育士さんとか保健の先生ってどんな人になれるのかな？とりあえず看護師の免許取りたいなって。あ、まず看護師なんだ。はい、じゃあ勉強頑張らんとね。あ、社会だっけ？社会は必要ないです。あ、分からんよ、どこかで使うかもしれないさ。はい、万遍なくね、できるものは勉強しながらね、はい、やっていったらよりいい看護師になれるかもしれない。はい、ありがとうございます。じゃ前半ね、はい、レイ、カズマ、イブキ、リオンに話聞きました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃ後半も、東小学校放送委員会の皆さんにお話聞いていきたいと思います。後半メンバー自己紹介どうぞ。尾藤小学校6年タンバルトです。こんにちは。こんにちは、こんにちは。はい尾藤、はい、小学校6年放送委員の阿部ひなよです。はい、ひなよ。尾藤小学校6年生の山野はさらです。はい、さら。尾藤小学校6年の福里マリンです。はい、マリン。尾藤小学校6年の花城ライトです。はい、ライト。じゃあハルトにマイク渡してもらって、後半は、またこの5人ね、はい、話聞いていきたいと思います。お願いします。はい、よろしくお願いします。前半メンバーのね、話している後ろですごく楽しそうだったので、はい、だいぶね、はい、リラックスできてるかなと思ってますので、はいはい、普通にねおしゃべりしていこうかなと思いますが、はい、もうピースで何だった、緊張絆を高めるね、はい、はい、ノリで、はい、楽しんでもらいたいなと思うんですが、まあ、ハルトからまず聞いていこう、はい、ハルトにも同じ、みんな前半のメンバーと後半のメンバー同じこと聞きますよ。はい、はい、放送委員になった理由は何ですか？放送室に入ったことがなかったので、ちょっと入ってみたいなと思って、放送委員になりました。放送室に入ったことがなかったくて、入れたかったから、はい、いいなりたかったので、楽しそうでした。あ、そうなんだ。はい、はい、放送室に入ってみてどうですか？綺麗でした。そっか、どうね、放送委員になってみて楽しいです。楽しそうだなって思った、この見えた姿がそのまま楽しく映ってる、もう楽しく過ごしてる。はい、はい、楽しいです。うん、どういう時が楽しいの？朝なんかみんなでなんか話すんですよ。何を話すの？なんか話題、共通の話題っていうの。なんかあ、これは普通にみんなで雑談するってこと？あ、そうそう、はい、うんうんうん、ちょっと仕事もしながら雑談をすることが楽しいです。おー、いいですね。じゃ今仕事って言ったけど、どんな仕事があるの？音楽を流したり、お
自分の声を届けたりすることです。自分の声を届ける、かっこいい。あ、原稿書きもです。原稿は何で、何の原稿なの？昼のなんかコーナー。コーナーがある。はい。うん？何ね？何のどんなコーナー？この不思議を見つけて、それをなんか今日の不思議発見コーナーっていう。へえ。コーナーです。今日もやった？今日も やりました。毎日です。あ、毎日、はい、これは何担当が決まってんの？喋る。朝昼で分かる。朝昼で分かるし。ああ、一人ずつ。朝誰、昼誰、夕方誰、はいはい、って感じ。はい、お、今日の担当は、あとか朝昼夕であるのか。この3人です。お、あ、じゃあ真ん中女子3人か、はい、じゃあ後で発表してもらおうかな。おい、じゃあ後からね、その内容も聞いてみたいと思いますが、はい、じゃあ学校のね、まあ、放送委員も頑張っていることなんだけれども、はい、ハルトが今学校で楽しいことを聞いていきたいと思います。何でしょうか、学校で楽しいこと。学校かは分からないんですけど、 部活です。あ、部活、はい、部活何部ね？野球です。あー、ぽい、はい、あー、野球は 何年からやってんの？小2からずっとです。へえ。3、4、5、4年？はい、4年ぐらいです。どうですか、もうそれだけ聞こう。野球はずっと続ける？はい、もうずっと続けます。おお、野球好きなんだ。はい、好きです。どういうところが好きなの、野球？ヒット打った時とかも超気持ちいいです。へえ。あ、大会はあった？多分来月に県大会があります。え、最後の大会？ではない。最後の大会で6年生でしょ。はい、そうです。いつまでね、部活できるの？卒業までできるの？いや、1月、12月ですか。12月も末までです。ああ、じゃあもうすぐじゃん。はい、そうっすね。おお、じゃあ美東省の野球部はどうですか、成績的には？超強いと思います。おお、ドヤ顔、ピース入れた。あれはポジションはどこ？今は外野です。センター、センター。おお、なんていうの、レギュラーっていうの、なんていうの？あ、先発メンバーです。おお、さすが。いいね。じゃあもう俺のおかげだぜ的な。あ、はい、そうっすね。おお、ジーラ強いね。じゃあ次の県大会も、あ、はい、頑張ります。優勝、はい、楽しみだな。いや、でも初戦めっちゃ強いです。相手が一発目から。はい、もうやばいっす。やばいっすか。はい、でも勝つか。頑張ります。 OK、はい、頑張ってよ。はい、じゃあ次。はい、ひなよ、ひなよは、ひなよもじゃあ放送委員になったなりたいと思った理由。昼と給食時間とかに、うん、音楽とかコーナーとかが流れてるだけで、うんうんうん、雰囲気が全然違うので。違うよね。うんうん、それでみんなをちょっと楽しい雰囲気にさせたいなって思って。へー、いいね。どうですか、放送委員になってみて。大変だけど、うん、いろいろとやりがいがあって面白いです。いいね。どういう時にやりがい感じるの？なんかいろんな応募とかするコーナーとかもあるんですよ。応募？何ね、応募って。あの、今日誕生日の友達とかを行ったりするコーナーとかがあるんですけど、ね、はいはいはい、それを行ってる時に教室とかで、うん、あのその子を祝うとか、それを聞いて祝ったりしてることがあるので、それでちょっと。うわー、嬉しいね。あ、じゃあこう、そっか、じゃあ放送を聞いてこのクラスでのその仲もなんか良くなってるというか。あ、いいね、それ嬉しいね。あ、ありがとうございます。じゃあひなようの楽しいこと、学校の楽しいことも聞いてみよう。最近は友達と話したり、うん、共通の話題とかで話したりするのが面白いかなって思う。へ、うん、どんな話するの？漫画とか、うん、流行の言葉とか、いろんな。なんで流行の言葉？流行の言葉、いろんなの流行ってるやつ。美東小6年生結構面白いね。いろんなことが流行ってるんだね。へえ、そっか。あ、そうだ、さっきほら不思議のなんだっけ、不思議見つけるコーナーみたいな話があったじゃない。それ
ひなよが発表したのはどんなこと、どんなこと発表したの。今日は、うん、あの茶柱が立つとなんで演技がいいかっていう不思議をみんなで話しながらやるんですけど、雑談みたいな感じだった。それも話してるのも全部放送するんだ。はい、本当にラジオみたい。なんか雑談してる感じで放送する。あ、超いいね。で今なんか後ろで聞こえた。なんで演技がいいの。あの茶柱、うんうんうん、水分吸って実はあの立たないんですけど、うんうん、たまにあの水分を吸わないものがあるっていうので、うん、で軽くて立つっていうのがあって、うんうん、それが吸わないやつが動くたまにあるから、うんうん、それで運がいいから縁起もいいねっていう、まあ、当たり的な話ね。そう、そういうことね。お、勉強になりました。ありがとうございます。サラね、はい、じゃサラも放送委員になった理由入ってください。去年の先輩たちが放送してるのを聞いて、うん、自分もあんな風にできたらなって思ったのでなりました。お、先輩方ほんとすごいね。みんなね、どんな風にやってたの放送は。ハキハキとみんなを楽しませる感じでやってました。おお、やってましたか。はい、はい、どうですか、サラも放送委員入って同じようなというか、先輩方みたいにハキハキと楽しませる放送できてる。できてると思います。おお、いいね。なんか心がけてることってあるの、放送してる時に。ハキハキとみんなに伝わるように、うん、とか秒数そうだよね、時間もあるもんね。あ、偉いわ、頑張ってるね本当にね。はい、ありがとう。じゃ あごめんね、ちょっとだいぶあるかな、時間があるだから次行こうね。はい、はい、マリン、はい、はい、マリンです。マリンも聞いてみよう、どうして放送委員になったのか。なんか児童会と放送委員があって、うんうん、オーディションが2つあるんですよ。あ、でどっちに入りたいか正直迷ってて、うんうんうん、でもよく考えてみると児童会はみんなの前で頑張ってるけど、放送委員は裏側で頑張ってるから、うんうんうん、それかっこいいなと思って放送委員に入りました。なるほどね。表で頑張って、でも児童会もね、はい、まあ、表でもあるけど裏でやる仕事も多いから、仕事もちょっとあるけど、ね、あれけど、でも放送委員は見えないところが多いからね、はい、多いから。そっか、かっこいいな。じゃあマリンとしては、はい、今裏の仕事を頑張ってる。頑張ってます。お、どんなですか。なんかもうみんなでチームなんで、うん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 、協力して頑張ってます。ああ、そっか。前半のメンバーは、A 班だ。はい、 A 班で、今のメンバーは B やね。あ、そうだ、なんかね事前にもらった資料でなんかね A と B でなんかチーム戦みたいな、なんかやってるって聞いたんだよね。対抗か、どういう仕組みというか、なんかなってるのかな。放送したやつ分になんかポイントが加わっていって、それのミスったらなんかダメ、バツとか三角とか丸とかついちゃって。毎回アンケートみたいなの取るってこと？あ、いや違います、なんか先生の判断で。あ、先生が。あ、そういうことね、はい、あら先生が、はい、そしたら20丸がついたらめっちゃ高得点取れる可能性が高くなる。じゃあ20丸丸3、あ、色もあるわけね。はい、は原点なんですよ。あ、原点もある。あ、はい、黒がついてるのは原点。はい、あら、原点もあるのね。そうか。そしたらそれはどういうスパンでやるの？1週間ずつに分かれてます。うーん、1週間で分かれて A と B のこの点数で、こう週末に金曜日に集計されるわけだ。全部計算とかして合計の点数で、うんうんうん、あ、
なんか振り返ったり、うんうん、戦ったり。へー、どうですか。これはね、1年間ずっと A と B 同じ、最初で決めたらもう、いや、なんかたまにチーム変えとかもあるんですけど。ああ、そうなんだ。たまにってかもう本当に1回だけ。ああ、そうか。この今 B になってからはどれくらい？あ、もう3ヶ月、5ヶ月。あ、じゃあ結構なるんだね。結構経ちます。じゃあ聞いちゃおうかな。 A と B どうですか、どっちが点数高いですか、どっちが勝ってる？点数がめっちゃ点数高いです。あら、前半、あ、いや、さっき聞けばよかったな。そうなんだ。最近も1回も勝ってます。勝ってない。あれ、もう強すぎます。2ヶ月ずっと勝ってる。やばい。2ヶ月って何、もう8週ぐらいあるってことよね。はい、それぐらいずっと勝ち続け負けてる。ちょっと、なんで負けてると思う？ちょっとあのふざけすぎました。ちゃんと仕事はしてるけど、あのふざけました少しだけ。あ、じゃあ分かってるんだったらね。じゃあもう先生にちゃんとアピールしていかないと、丸もらえるように。アピールを頑張んないと。アピールか。アピールか。そうだよ、ちゃんと、まあ、それがね、まあ、先生にアピールすることも大事だし、それがみんその全校生徒に向けてのね、いい放送になるっていうこともつながるからね。はい、はい、そしたらってみんなが頑張ってる姿を見たら、後輩たちも、あ、こういう先輩になりたいって思うわけでしょ。そうやってみんな入りたいと思ってるわけでしょ。あ、なんかそういう姿見せてあげないとね、後輩のみんなに。ふざけてたら、じゃあこれで10、まあ、11月でしょ。はい、1、あ、いつまでね、この人気っていう。2月ぐらいまで。2月まで11、12、12、あと4ヶ月。はい、逆転でしょ。はい、もうこれからずっと勝ち続ければいけるんじゃない。はい、はい、めっちゃ頑張ります。はい、頑張っていい放送を続けてください。はい、はい、じゃあお待たせしました。最後ね、はい、ライト、はい、はい、ライトも、はい、放送委員になった理由を教えてください。あ、たまにちらっと放送室の中が見えるんですけど、うんうん、この去年の時にめちゃくちゃ機械があるのが見えて、うん、あ、放送室に、はい、それが気になってから、うん、この放送に入ってみました、うんうんうん、そうなんだ。そういう機械とか好きなの？いや、はい、まあ、どっち？なんか作るのとか、この細かいのをやるのが好きで。あ、プラモデル的な、はい、あ、そうなんだ。あ、じゃあ今実際スター放送員になって機械とかいじったりするの？あ、一応この音声のやつとか。あ、この上げたり下げたりするのが、はい、あ、どんなね、その入ってみて。いや、結構最初の時、うん、最初のどんぐらいかなって予想してた時よりは予想外の、うんうん、難しさで。ああ、そうだよね、初めて触るものがいっぱいだからね。覚えるのいっぱいあるでしょ。はい、どっかもう覚えて、もう慣れてきた？だいぶね。ちょっとは慣れてきました。ああ、そっか、いいね。じゃあ内藤も楽しいこと聞いてみよう、学校で。まず友達とこう話したり遊んだりすることとか、うん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 、授業の理科とか英語とか。理科も英語も、はい、へえ、そうなんだ。英語好きなの？英語は、はい、なんか他の国とかのこととかが知れるんで。ああ、面白いね。英語喋れる、喋れるって言ったらあれか。じゃあ今触れないでおこうね、そこにね。もっと聞きたいことがある。でもライトも楽しいことなんですかっていうアンケートに違うこと書いてるよ、うん、ちょっと覚えてません。放送と給食って書いてある。給食楽しいっす。給食楽しいよね、はい、何が一番好き？カレーです。あ、カレー美味しいよね、給食のカレーってね、はい、あ、そっか、残さず食べてますか、ちゃんと。はい。あ、ライトって何部？野球です。あ、一緒か。だけどこの美東署チームが2つあってから。あ、そうなんだ。チーム違うの？はい、ハルトと。はい、そうなんだ。このチームは何で分かれてるの？あ、もうただ入りたい部に。あ、入りたい。あ、別になんか決め方とかは得意でなくて、はい、入りたい方に入るって感じ？はい。ポジションはどこですか？ファーストです。お、ファーストか。
って言ってもそんなにあの分からないですけど、野球がファーストのポジションは分かるよ、だけどそこがどういう大変さとかが分からないけど、そっか、何年生から？1年から。おー、6年、はい、先輩だ野球好き？はい、好きです。そっか、どういうところが好きだな野球？このなんかみんなでこう達成感とかが得られるとか、うん、おー、やっぱチーム戦だもんね。そっか、あ、でもそっか、さっき春と美東翔の野球部強いよって言ってたけど、うん、両方強いの？両方のチーム強い？いや、最近はもう俺らのチームはやんちゃが増えてきててから。あら、あらららら。じゃあでも中学入ってもやるでしょ野球はね。はい、野球は、うんうん、何中になるのかな。東中です。東中か。東中もね、文武両道だからね。あー、いいねいいね。部活にも楽しくできてるということはいいことだ。はい、ありがとう。じゃあ最後の質問ね、もうちょっと時間もあれなので、じゃあライトから、ね、将来の夢聞いていきたいと思います。将来の夢は何ですか？バイク屋さんです。ん？バイク屋さんです。なんで？ちょっとこの最近なんていうの、お父さんとかが結構車とか好きで、それたまに見てなんかかっこいいなと思ってから。へえ。あ、そっか、ちょっといじるのも好きみたいな感じだったもんね。はい、あー、そっか。バイクは乗せてもらったこととかある？ないです。ないか。ないけどバイクやってみたいなってこと？はい。わあ、いいね。かっこいい大人になるかもしれない。はい。どんな人になれるのかな、バイク屋さんって。いや、わかりませんじゃあまずはバイクのことも勉強しないといけないね。はい、はい、頑張ってください。ありがとう。じゃあ次っていうか、はい、マリンね、マリンの将来の夢は何ですか？将来の夢はデザイナーかファッションコーディネーターです。へー、なんでそう思ったの？なんかちょっと結構服とかめっちゃ好きで、着せ替え系のゲーム小さい頃からやってて、そういうのでめっちゃ服とかああいうの組み合わせるのが楽しかったんで、なりたいなと思って。そっか、じゃあ、あ、美東翔って普通に私服だもんね。はい、私服で。おー、じゃあ普段のちょっと普段は似合う服がないんで自分には。え、そう、え、え、あ、人のコーディネートを、人のコーデを決めるの、可愛いと可愛い子とか、うんうんうん、ああいう人のコーデ決めるの好きです。妹とか、うん、ああ、妹とか親戚とか、へえ、やってあげてるんだね。はい。じゃあ目指すはパリコレ的な、ちょっと知ってる言葉言ってみただけだけど、うん、そっか、いいね。憧れてるデザイナーさんとかいるの？特にいません。あー、じゃあいないけない、これから勉強してって感じ？はい、勉強これから担当が変わりに言った。おー、もうみんな仲良しだね。みんな通じ合ってるねはいはい、ありがとう。頑張って、はい、素敵なファッションコーディネーターになってください。はい、はい、じゃあ次か、サラ。はい、はい、サラの将来の夢なんですか？と、将来の夢は、うん、マリンと一緒だったんですけど、だったんですけど、ファッションデザイナーです。ん？一緒だよね。はい、あー、一緒。なんでそう思った？と、服が好きで。うん、一緒だね。自分の服とかを作ってみたいなって。作る方？はい。じゃあ何、なんか今学校とかで家庭科とかでやったりする？なんか洋裁だっけ、なんかあるよね、科目。あります。ラップザックとか。あー、懐かしいあ、そういうのも好きはい。どんなの作ってんの？あの、自分で作るってしたら。作ったりもしてる今？いや、作ってないです。ああ、ちょっとデザイン考えたりとかもしてるんだ。はい。ん？ではない？ではないです。あ、ではない。ごめんごめん言わせてしまった。あー、そっか。じゃあ今後どんな、なんか服作ってみたいってある？かわいい服作ってみたいです。かわいい服か。どんなのがかわいい？かわいい服ってどんな服かな？シンプル、
韓国風。あ、今どんなでも韓国が流行ってるのね。へえ、そっか。じゃあそれをやってサラが作ったものをマリンがコーディネートしてるいいかもね。共同、おー、いいんじゃない、いいんじゃない、はい、楽しみだ。 ありがとう。で次、はい、がひなよの将来の夢。イラストレーターとかイラスト描く仕事に就きたいです。おお、今絵描くの好き。はい。どんな絵描くの。どんな絵。最近、最近っていうか普段も絵描いたりする。あ、描いたりし、描いたりしてます。描いてる、うん。自分のオリジナルキャラクターとか。おお、いいね。じゃあなんで、あ、絵描くのが好きだからイラストレーターになりたいって感じ。はい。あ、いいね。今度じゃあその自分が描いた絵をどういう風に生かしていこうか。自分の描いた絵でみんなが楽しめるような絵を描きたいなって思います。へえ、どんな絵描いたらみんな楽しませると思う。あの最近流行ってる流行のものに関するのとか、みんなが読みたそうな本というか、うんうん、イラストを描いていきたいなって思います。いいね、いいね。じゃあもしかしたら誰だった、漫画家とか、え、何だったっけ、誰だった。あ、いぶきか、いぶきとカズマかね、漫画家って話あったもんね。もしかしたら将来に何かを共同ないか一緒に何かね仕事することがあるかもしれないからね、今のうちにいろんな絵を描いてみるのもいいかもね。はい、頑張ります。はい、ありがとう。じゃあ最後アルト。はい、こんじゃ。え、終わりだけどな、もうはい、ハルトの将来の夢は沖縄電力で働くことです。おお、めっちゃピンポイントじゃん。なんでまた沖電に。なんかお母さんによると給料高いそうで、で野球もできる。確かにね、確かに確かに。沖電で働きます。沖電で働きますか。はい。お、沖電に働くにはどうしたらいいんでしょうね。まず三郷工業のなんか電気管みたいなところに行きます。おお、はい、なるほど。じゃあ高校はもうそういう電気系の工業系の勉強をして、はいはい、今勉強はどうなんですか普段。頑張ってますね。頑張ってますか。あ、社会得意っすね。お、あ、そっか、あ、さっきね、はい、誰が苦手って言ってたっけ。レイか、レイの。じゃあ全部100点。おお、部活でも大活躍で、はい、仕事って、まあ、放送委員も頑張って、はい、勉強もできる、はい、完璧だね。あ、でも社会以外はちょっとあれ、まあですね、残念ですね。残念。そこまで。あ、理科はちょっと高いですね。社会、理科、その他みたいな。その他です。ああ、じゃあちょっとそこも頑張らんとね。はいはいはい、じゃあ沖電働いたらみんなの暮らしを守ってください。はい、はい、頑張ります。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあね、と最後なんだけど、はい、もう一つね、どうしても聞きたいことがあるんだよな。放送委員会の担当の先生、お名前教えてください。横田茂先生です。横田先生はどんな先生ですか。面白い世界一面白い先生です。おお、宇宙一出ました。おお、世界一怖い先生です。おお、世界一面白くて、あ、宇宙一面白くて、家が豪邸違う、お金持ちじゃん。お金持ちあ、すごい、いろんな情報知ってるね、みんなね。ああ、そうですか。面白いね。じゃあ、ハルトから、ハルト代表して、はい、横田先生に一言
メッセージ送ってみようか。大好きです。おー、素晴らしい。いいね、いいね。あ、ごちそうさまです。はい。今日は美東小学校の放送委員の皆さんにお話聞きました。皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。お届けしてきました PTA パート楽しくアイエーナ、お別れの時間となりました。楽しいお話を聞かせてくれた美東小学校の皆さん、本当にありがとうございました。また来週この時間にお会いしましょう。 PTA パート楽しくアイエーナ、この番組は沖縄市 PTA 連合会の提供でお送りしました。